ははいこんにちはロシア、ウクライナ、この侵略戦争と言われているこの戦争ね、2年にも及び、まだとどまることを知りません。その間、G7 をはじめとした各国は、まあ、いろんな支援をこのウクライナという国にしてるんですけども、その中でね、ウクライナの大統領、ゼレンスキーさんの奥さんが新しい買い物をしました。ご覧の高級車です 下の方を見てください。見たこともないような車種ですね。なんでしょうね、これね。じゃん、これが購入契約書です。下の方に価格が書いてますね。えー、高そうです。これがねなんとね7.8億円だそうですよ。この車、これゼレンキスキーさんの奥さん。果たして戦争している、もっと言うと侵略を受けているウクライナという国に。 今、大統領の奥さんがこんなに高級車を必要とする理由って何でしょうか戦車ですかね、これ。それとも、とんずらする車でしょうかいや、はっきり言って、そういう情勢ですかね本当に戦争をやってるんですかねそして、世界中からの支援、必要なんでしょうか日本からも多額の資金援助がされてますけども、そのお金がこの車に化けてるっていうのは、 ちょっと腑に落ちないところがありますね。一体どうなっちゃったんでしょうね。どうなっちゃってるんでしょう。ちゃんちゃん。